厚地国見日本古代の五世紀後半の皇族。聖は新。名は、いそこっといとも伝わっている。日本初期巻第四、及び、新先生史録によると、厚寺氏は、安倍氏、柏弟子同様、高原天皇の御子、大御子命の子孫にあたる。有力天皇三年、国見は、路上武武彦が、伊勢西宮である、若たらし姫王女を犯して妊娠させたというデマを、 流した。これが原因で、竹彦は、蚊が一家に降りかかることを恐れた父の唐立巨湯によって、殺され、王女は自害した。王女の体を解剖した結果、これが嘘だとわかり、二人の冤罪は晴れたが、息子を失った唐立巨湯は、国見の命を付け狙うようになり、国見は、石上神宮へ逃げ込んだ。その後、どうなったのかは記されてはいない。 神社に助けを求めて逃げ込む例としては、初期巻期、第十一の早伏分け王子と、面度領女が、仁徳天皇の派遣した軍に追われた際に、伊勢神宮へ逃亡しようとしたことや、俗日本気期巻期、第二十六にある、藤原中丸の乱後の六十五年に、舟利親王の孫である、和け王が、聖徳天皇の後継の行為につくことを望んでき、遊んで女にまじないを頼み、 発覚して、立賀社に隠れたことなどがある。しかし、いずれの場合も未遂に終わったり、逮捕されたりしている。ありがとうございます。